軽自動車にかかる税金が上が上りそうです地方税である軽自動車税は現在、7200円ですが、自民党は地方の財源確保のため、政府が示してきた1.5倍の1万800円か、2倍の1万4400円のどちらかに上げる方向で検討してきました。結論は出たででしょうか中継です はい。先ほど終了した自民党税調の役員会では、軽自動車税を現在の2倍ではなく、来年度から1.5倍の1万800円とする案で最終調整に入りました。7200円を1.5倍にしたとしても、3000円とかっていう金額が上がる、わけでしょ。小型車との関係なんか考えると、まあ、まあまあ合理的な範囲の値上げなんじゃないかと。 軽自動車税をめぐっては消費税を10%に引き上げた場合に、廃止が決まっている自動車取得税の穴埋めとして、これまで最大2倍にする案を政府は示してきました。しかし、自民党内では地方の生活の足を奪うとして反発する声が強く、結局1.5倍を落とし所としてまとめる方向です。ただ、連立を組む公明党は、支持母体が軽自動車税の増税自体に強く反発しているため、夕方に予定されている与党協議は難航しそうです。 増税の方針を決めた自民党ですが公明党を推し入れるかどうかは同じく自公の対立が鮮明になっている軽減税率導入の議論にも影響を与えそうです。